ようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。なんか幽霊みたいな映り方してるよねここすごい分かりづらいんですけど、まあ詳細はねペロリベトナムを見ていただきたいんですけど、暗い、すごく薄暗いんです。今ほとんど一応電気ついてるんですけど、あんまり意味のなさそうな、そうそう、レトロなカフェで、なんか薄暗いおしゃれなカフェなんですけど、そこで撮影するとこうなりますはい、はい、やっていきます、はい、お願いします。ベトナム中国国境への新しい鉄道を検討。はい、はい、そうですね。ハノイからラオカイっていう、その中国国境の町に、中国との国境にある町に鉄道を引きましょうみたいなお話が出てるみたいですね、うん、そういう話です。ついに中国とも、まだホーチミンの地下鉄もままならないけど、あ、まあね、また別問題ですね、別問題ですね、はい、地下鉄っていうのは市内 の, 交通で、うん、で鉄道っていうその、まあ、外の国とのね、そうそう、外の、まあ、その中、そうですね、そう、外の国と。でこれがもしできたら、中国からラオカイまで、北京からラオカイまでつながってきて、でさらに、ラオカイからハノイ、ハノイからホーチミンっていう風に、北京からそう鉄道を通って、まあホーチミン、ハノイの南北こう鉄道は、うん、まだ遅いですけど、でもその鉄道で南シナ海まで出れる、南シナ海に出れるっていう、すごいですね。そういう話になっていきますね。シルクロードならぬフォーロードみたいな、はいはいはい、ライスヌードルロードみたいな、でも考え方としてはいい線いってますね、あ、うん、でこういうのをやりたいわけですよ。でこれは軍事的にも意味があるし、経済的にも意味があるし、でそうやって鉄道を、北京につながる鉄道をどんどん敷いていくことで、で人民元の経済圏が広がっていくと、うんうん、いうことですね。そのベトナムから北京に上がってくるルート、あとはミャンマーから、うん、上がってくるルート、まあ、中国が南シナ海とかインド洋とかに出るってそういうのがあるんですけど、そこら辺ってかなり重要拠点なんですよね、うん、だから第二次世界大戦では日本はそこを抑えに行ったし、対中国っていうことでそこを抑えに行ったし、うん、冷戦の時もそのルートがあるから、ベトナムが共産化する時にやばいやばいって言ってアメリカとかがわちゃわちゃしだしたわけだし、うん、なるほど。でミャンマーが民主化する2011年、ミャンマーはずっと中国べったりだったけど民主化したっていうことで、あそこのルートを抑えたいってことで、中国をインド洋に出させないってことで、アメリカと日本がミャンマーにめちゃくちゃ支援しましたよね、うん、というそういう重要ルートです、はい、でそれでこう中国はつなげたいわけですよ、うんうん、でもベトナムにとってもつながるとね、経済もっと、うん、潤うんでね、つなげたいわけなんですよ。でハノイからホーチミンの、南北鉄道、ガタゴトガタゴトやってる遅いやつも、うん、新幹線にしたいっていう話出てますよね。なるほど、そういう話です。そうなるとまた陸路と空路のなんかいろいろ選べてよくなりますね。そうそう、新幹線で北京からホーチミンまでつながっちゃったらすごいですよね、うん、みたいな、そういうお話です。はい、でそれに対してそうはさせねえぞっていう人たちがいますよね。おお、誰ですか、誰ですかで中国は東南アジアに、アメリカですか、そうだねアメリカと、アメリカのお友達の日本はそうはさせたくないですよね、はい、中国がどん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 こう手を伸ばしてきてると、ああ香港ももう完全に俺のもんだって言い始めてるし、チベットもウイグルも、ああそうだし、でさらには東南アジアまで自分の経済圏に組み込もうとしてると、これはけしからんということで、アメリカ日本はそうさせたくないですよね、うんうん、だからアメリカっていうか、まあ、日本がね表に立って、うんうん、いろんな東南アジアの
道路を作ってますよね。道路、南北の道路とか、うん、東西の道路とか、そうやって中国経済圏じゃなくてそこに円の経済圏を作ろうとしてるっていうのが日本がやってることです。なるほど、なるほど、なるほど、はい、そういう攻防があります。日本人としてはなんか複雑な気持ちになりますね。あ、そう。なんかそうですね。え、そう、そうっすか。はい。だってあれじゃん、あの TPP だってあとインドと一緒にインドも含めて仲良くしましょうっていう新しいそのパートナーシップだってその流れですよね。うん、中国包囲網も包囲網をいかに日本主導で作れるかっていうのが TPP でしょ、はい、でインドも囲ってで新しいパートナーシップを作ろうという話も出てきてるでしょ。そういうせめぎ合いですね。はい。え、どうですか。いや、ダメですか。なんでしょうね。コメントに困る。なんか日本ってやっぱり島国国家だから、うん、そのまあなんだろう、どっちいろんなね、もちろん平和が一番じゃないけど、どっちにもいろんなところにいい顔するじゃないですか。うん、まあでもこれってあれだよね、うん、日本がさ、その変な批判を受け付けないですけど、うん、あの第二次世界大戦の時に大東亜共栄圏っていうのを作ろうとしたじゃないですか、うん、で僕はあの軍国主義者じゃないし、あのやり方失敗だと思いますけど、あの文脈としては変わってないですよね、うん、西欧列強があの帝国主義っていうのをやりだしたでしょ。ポルトガル、スペインがやりだして、オランダもやって、でイギリスがあの太陽の沈まない国になってって言って植民地やって、で経済圏、自分とこの経済圏に あらゆる国を組み込んでっていう帝国主義があったでしょ。で第二次世界大戦もその延長 でぶつかり合いがあったわけでしょ。今も基本的には変わってないですよね。だからどうやって自分たちの経済圏を作るかって、植民地っていう言い方はしないし、うん、共産主義、資本主義ってい う見せ方ももうしないし、でも考え方としては陣取り合戦ですよね。まあどっちがつばつけとかみたいな。そうそうそう、自分のいい方向に持ってきやすく、そういうことですよ、国交をしておくか、はい、はい、勉強になります。はい、そういうものの見方もできると思います。はい、はい、以上です。ご質問などありましたら YouTube のコメント欄にてお聞かせください。 MCB からのお知らせです。MCB では最近日本のインバウンド番組を制作しております。はい、今も2つやってますね、うん、ゴイケットノイっていう番組と、はい、あとはズーリッキっていう旅番組やってますね、はい、で、今のはゴイケットノイだと福島かな、でズーリッキ2だと秋田やってますね、はい、はい、そういうのを毎年やっております。これは YouTube とかでも見れますか。はい、 YouTube でも見れるんで、なんかインバウンド番組ご興味ある方はご連絡ください。はい、ぜひ。以上です。また明日。バイ。また明日の言い方がすごいね。え、ごめんなさい。Xin chào các quý vị khán giả đã đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Du lịch kỳ thú phát sóng lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.